アニマル道場の時間です。今日のテーマは脱力です。脱力は、武道家にとってですね、理想の動きですね。なかなか難しいんですけども、そこをちょっと分かりやすく説明したいと思います。まず蹴りですけども、蹴りは足先が鉄の武器だと思ってください。これを鞭のように相手に叩きつけます。ですから最初からガチガチでこうやって力を入れても相手に力は伝われません。力を抜いて、足をゆっくり力を抜いて蹴っております。コツとしては脱力するんですけども、当たるインパクトの瞬間だけポンと力を入れます。力を抜いておいて、体のバネ、体重、腰の動きなどを入れて、最後だけバン、相手の内臓にボンと力が入ってきますね。これと同じように上半身のパンチの動きもですね、こうガチガチにベンチプレスがものすごいムキムキになってこうやって叩きつけてもそんなに効かないですし、疲れちゃいます。これをやはり、これも力を抜いて、これを鉄球だとしてですね、ムチのようにこれを軽く、最後の当たる瞬間だけしっかり突き入れます。力を入れますね。こういう感じです。最後まで力を抜いてるとぐちゃんと手首がなっちゃいますから、蹴りにしろパンチにしろ、最後は最後に力を当てていきましょう。脱力して蹴って、最後に力を入れる。自分も同じように最後に力を入れていく感じですね。強弱をつけて体の力を緩めるときと最後のインパクトに力を入れる。これを練習していくと強くなると思います。今通信空手を受けている方もですね、一つ一つの技の中にこれを意識してやってみてください。今日は脱力でした。おっす。